Google タグ、CMD、プッシュ、ファンクション、Google タグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。日本代表は2日、カタールワールドカップアジ最終予選で、オマーン代表と対戦する。オマーン代表は、来日前に約1ヶ月間、セルビアでトレーニングを重ねており、最終予選に向けた準備を練っている。日本代表にとっては手強い相手、なりそうだ。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、つでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し見中、オマーン代表のレジェンドとして輝かし、実績を持っているのは、昨年現役を引退したリアルハブ氏だ。10代の時に、欧州へ渡る地、ミスを得たアルハブ氏は、ノルウェーを経て、イングランドへ渡る。ウィガン、レディングなど、活躍し、プレミアリーグ通算111試合、チャンピオンシップ、2部通算114試合に出場。オマーンサッカー、上でも数少ない、欧州で実績を残した選手と、だ。オマーン代表でも、象徴的な存在として、苦活躍したアルハブ氏は、日本代表とも、幾度なく対戦してきた。そして、アルハブ氏からバンを受けて、ファイズ・アルルシェイディが、在のゴールマウスを守っている。2年前のアジ、カップでは、怪我で欠場を余儀なくされた、ハブ氏に代わって起用されている。グループ、グ第2戦の日本代表戦では、好セーブを連発、合わせは PK による1点で、日本代表が勝利したが、ある、シェイディの好プレーがなければ、日本代表、もっと楽な試合展開になっていた。日本代表、前回大会の2次予選初戦で、シンガポール代表を引き分けているが、この時も相手 GK の神がかりな好セーブに最後まで苦しんだ。GK のパフォーマンスは、スコアに大きな影響をもたらす。ある、シェイディは、オマーン代表の中で最も乗せはいけない相手の一人となるだろう。両。